今日はガチガチ専門荻窪店に初めて来ました。はい、はい、で木村店長に60分施術していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい気持ちよかったです。ありがとうございます。すっきりしました。もうなんかめちゃめちゃ凝ってたんですよで結構全体的にやってもらって、すごいなんかほぐれた感じですね。やってもらってる時本当なんかちょっと痛いぐらい響く感じがしっかりあって、でなんか最後にこう背中をこう、そうですね、こうやってる感じですか、はい、手根のところで、あ、こうやってるんですか。それがねめちゃめちゃ気持ちよかったんですよ。なんかこう揺れる感じの最後の仕上げが最高に気持ちがいいですね。はい、ね、なんか全体的にすごい結構張りがあったのでちょっと痛いぐらいだったんですけど、でもなんか残る痛みがなくて、やられた時に響く効いてるって感じで少し痛いんですけど、なんか軽くなった感じです。はい、はい、でお話も楽しくさせていただいて、はい、, 笑いっぱなしでなんか大変でしたねすごい大笑いしながら、はい、楽しく人柄の良さが伝わる、はい、いいお店でしたありがとうございました。店長はどうでした？やっぱり動画でいつも拝見して、はい、ありがとうございます。お客様ともすごいこう、ね、フレンドリーな感じで、普段から施術されてる動画アップされてるので、実際、今日はね私がさせていただいてって感じだったんですけど、本当に、そのまんまというか、ね、感じで、すごい笑いながらやって面白かったです。面白かったです、はい、ありがとうございますいろんなね裏話なんかも、そうですね、聞いて、私がいかにダメ人間かっていう話だったんですけどみんな同じです、はい、全部話聞こえてましたよそうですね、疲れました、ね、やっぱりでも皆さん使い凝りますよね。凝りますよ ね、 ね、本当に。でもなんていうんですかね、いろいろやっぱやってもらうと自分の体のことがよく分かったり、なんかこうリラックスできるし、こんなとこ大事だなってたんだとか、そうなんですよね、なんかこうそうなんですよ、やってもらうことでなんか自分のことをなかなか自分に目を向けないんですよね、皆さんね。私もなかなかやっぱり生活に追われていると日々のことにいっぱいで体のことをね思う時がないんで、首から足上まで、はい、そうすごい、このツボのこう持続加圧も気持ちいいんですけど、はい、ちょっと肘使ったり手根使ったりとかっていうバリエーションもあるので、それがまたこういい、はい、こうアクセントになって気持ちよかったです。はい、ありがとうございました。また来たくなります。はい、ぜひ。はい、またお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どう、生花ちゃんを見てどんな感じですか？あ、すごい、お綺麗な方です。マジっすか、うん、やったー。美人さんやんな。はい。嘘、うん。俺もそれは思いますね。本当ですか？美人さん、美人さん。本当ですか？小柄で。うん。でその施術動画見ててもすごいですね、この小柄ですごく効かすっていうのが、一緒に映ってる、一緒に、これ生にみちゃん小柄ミニラって言われます。なんてなんて、ミニラ似てますかね、ウルトラサイズ、なんか可愛らしさがですよ、可愛らしさが悪い意味じゃなくて、ね、いい意味でミニラみたいな、可愛らしい、そのまんまですね。なんか雰囲気が。ですか。はい。やっぱその動画見てるんで、その最初ちょっと緊張したんですけど、なんかスッとこう入っていく感じで、だからきっと花澤さんとこ行かれてるお客さんはもうあれですよね。あれってない。その
なんていうんですか、その動画の雰囲気でもう来てるんで、もう安心して。それは言われます。ですよね。なんか早いんですよね、打ち解けていただけるのが。リラックスする、あれがすごい。そうですね。はい、知ってるから、そうですそうです。最初からもう緊張がなくて、あ、そのまんまですね、みたいになって。早い。すごいですね。なんか小柄で、好きなタイプな。いやいやそう、あのいやいやって言う。そのなんか動画で見るよりもさらにあの美しい方が。あ、マジっすか。嘘、嬉しい。そうやな。はい。可愛らしいよね。うわ、嬉しいです。はい、エロいエロい言われますよ。なんで誰ですか。あ、なんか発表。ハッピーアワーですね。なんか YouTube のイベント行ったら、なんかもうエロいのが気になって見てますって言われました。あのこの前の動画も思いましたね。お腹出してたでしょ。ああ、はいはいはい。ああいうのって男から見るとエロく感じますよね。はい、あれ 見ました？お腹のセルフマッサージがそのやつですかね。またスタイルがいいから。いや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 、なんかもうそんなことないんですけど、なんか。うん、足出してますよねとか、なんかこうか胸元がとか、なんかめっちゃめっちゃなんかエロいから見てるんですよって言われて、みたいな、なんかなんで、あれは狙いなんですかとか言われて、そんなつもりもなかったんですけど。ああ、なるほどね。はい、うん、なんか単に痩せてるからあまり。遅いですよね。そうなんですよ。なんか、うん、むしろなんかないかなと思って。それを言われるから、キモいぐらいに言われるからとか思ってたんですけど。ど何言うんですか。お任せですよ。お任せ。何ですかね。何がいいですかね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうだ。はい、あのそれぞれのチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。はい、ガチガチ専門。それぞれありますもんね。白川さんのもあって、そうです、で、大きく持ってっていうのもあって、はい、はい、皆さんのチャンネル登録をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。